こんにちは、池田しおりです。美咲です。はい、今日はちょっとお久しぶりの小湯さんにまたモデルをしてもらって、はい、顔の印象って眉毛で変わると思うんですけど、ちょっと眉毛が色とか濃かったりとかできつく見えてしまう方とか、ちょっともうちょっとこう顔を柔らかく見せたい方に向けての眉毛の描き方と、あと今日はいつもこのケイトのアイブロウパウダー使ってるんですけど、こっちのビセの赤みのあるブラウンを使って、結構最近雑誌でもよく出てますね、これを使ってやってみました。ちょっとあと眉毛の描き方とか、まあ、ちょっとマンネリ化なってる方にもおすすめなので、ぜひまたこれを参考にしてチャレンジしてみてください。それでは動画スタート。フェイスパウダーを使っていきます。眉毛の全体にさらっとのせて、余分な皮脂を取り、アイブロウパウダーののりを良くしていきます。ブラシを使って眉毛の毛並みを整えていきます。アイブロウパウダーを使っていきます。付属のブラシを今日は使っていきます。まずこちらの色を取り、ブラシにしっかりと色をのせていきます。眉毛の下のラインを色をのせていきます。かなり抜け感が出てくれます。と置くような感じでのせるとすごく発色がいいです。ブラシに一番濃い色をのせ、眉尻を描いていきます。その時長さは小鼻と目尻の延長線上の長さまで描いていきます。この時も横に引くのではなくて、ポンポンと乗せるようにするとしっかり色が出てくれます。次に眉尻の方の高さと眉頭の方の高さをちょっと整えていきたいので、こちらの上の方にパウダーをのせていきます。色はこちらの色を使っていきます。で、なるべく上から叩き込むように色をのせていきます。こんな感じです。次に眉毛の真ん中の部分はもともと割と色が濃いので、こちらの2色の色を少し混ぜながら色をのせていきます。すべて横に引くのではなく、ポンポンポンとのせるように描くのがポイントです。最後に眉毛全体の色を均一にするためにぼかしていきます。この時も毛並みに沿ってブラシを入れるのがポイントです。はい、こんな感じで仕上がりました。普段のブラウンの眉毛よりもやっぱり赤みのある方が柔らかく抜け感のある今っぽい感じの眉毛になると思いますので、ぜひ眉毛の描き方とかで困ってる方、試してみてください。